ーのお友達空間、イエーイ、イエーイ。あれ、これ始まってますよね。これは何を押せばいいんだ。コマンドコマンド R。 よし、お、大丈夫かな。はい、皆さんこんにちは。今日もやってきました、しおりんのお友達空間です。ですね、この番組は番組ゲストさんの私生活や現在の活動をどんどん紹介していく番組になっております。みーちゃんの、あ、よれ、よれっていう指示ですね。みーちゃんのパソコンがまだ見れてないんですけれども、まあ、いずれ見れるようになるでしょう。はい、というわけで、今日もやってきました、しおりんの友達空間。今日も私、相原みやびがお送りさせていただきます。よろしくお願いします。イエイ。すいませんね、無理やり拍手させちゃって。はい、というわけで、今日のゲストさんを紹介したいと思います。今日のゲストさんは先週のなしごれんさんの、ご紹介で、若狭ひろみちゃんです。イエイ、よろしくお願いします。カメラがですね、はい、あのライトがついている方がこの2カメ1つ2つになります。はい、はい、というわけでよろしくお願いします。若狭ひろみさん、はい、なんてお呼びしたらいいですか。あだ名とかはありますか。あります。あります。わっさんで。わっさんで。わっさん。わっさんお願いします。わっさん、いいですね。なんか、呼びやすいです。はい。というわけで、今日はこのわっさんと二人でお送りしていきたいと思いますが、ですね、今日は、パソコンの調子これ悪い感じですか今日。お、あ、見れた見れた、やっと見れたよ。ごめんなさいね、皆さん。ちょっと、あ、ね、今までね、コメントが見れなかったので、皆さんもう一度、チャットに参加されてる皆さん、こんにちはとご挨拶をしてください。こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんな、チャットかけかけ。今までのチャットね、ごめんなさいね、見れなかったので、もう一度皆さんいろいろなんかなんやかんやを書いていただけたら嬉しいなと思います。なんやかんや書いてくれてましたよね。書いてくれてましたよね。そう、ごめんね、見れなかったよ。じゃあまず最初の方からご挨拶をしていきたいと思います。パクさん、ワッサンって聞いてます。パクさん、こんにちは。こんにちは、ワッサンです。パクさん、ありがとう。来てくれたね。ワイワイさん、ワッサン見てる、イエーイですって。ワイワイさん、こんにちは。角谷つかささん、相原さん、こんにちは。ありがとう。角谷つかささん、こんにちは。あ、一緒にこんにちはします。あ、ごめんなさい。応募しちゃいました。すごい寂しかったです、今。すいません。すごい。ロンリー。銀河さん、こんちは。わ、こんちはわ。こんちはわ。かわいい。ボイトさん、ビームはお芝居終わったのかなと。お、ボイトさんもこんにちは。こんにちは。無事にお芝居終わりました。パクさん、ミーが好きだを告ってくれて、ちょっと恥ずかしいですよ。嘘ですけど。はい、すいませんね。ボイトさん、あ、こんにちは。ワイワイさん、なんやかんや、こんにちは。銀河さん、なんやかんや、カキカキ。カデヤツカサさん、はーい。銀河さん、ちは。パク、出かけないと。パクさん、あれもう行っちゃうんですか。パクさん、行かないでーっていう。行かないでー。待ってー。っていう感じで。はい。あ、こんな感じですかね。すいませんね、皆さんちょっとね、いろいろ書いてくれてたのに、最初の方見れなかったので、また今日も一日、いろいろと、あ、はーい、だって、パクさん。あ、行かないのか。行かないんかい、っていうね、感じで。まあいいや。はい。そんな感じで今日も一日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、早速なんですけれども、ゲストメモさんに行きたいなと思います。まずじゃあ改めましてお名前は。はい、若狭ひろみと申します。お、カメラ目線ですな。わっさんです。はい、わっさん、わっさん、はい。いいですね、わっさんとかもっさんとか、なんかそういうあだ名すごい好きです。呼びやすい、呼びやすいですよね、忘れられないために。そうですね、わっさりした感じで。出身地は、はい、東京です。東京、今も東京で。いや、今は実家が千葉に。ご実家が千葉で、住んでるのは東京。住んでるのは東京です。そう、東京。一人暮らし。はい、お、皆さんやっぱ一人暮らしさん多いんですね。私この番組、はい、クロワッサン、ワイワイさんがクロワッサンっていう、ちょっとダジャレ的な。よく言われます、クロワッサン。あ、本当ですか。はい。ボイトさん、お、東京同士じゃない。あ、そうですね、先週のゲストさんは地方出身者っ
でしたね。確かね、広島とかって言いましたっけ？うん、広島、山口、広島、なんかあっちの方だ、岡山とかなんかあっち、うん、あっちの方って言ってました。はい、なるほど。主な活動は、主な活動は舞台ですね。舞台、女優さん、はい、ということで、このお仕事を始めたのが、これすごいびっくりしました。長い長い感じですよね。そうですね、23ぐらいからから、はい、ということで、はい、まあ結構あのなんか、あ、おお、こんにちは、ありがとうございます。すごい、お台場ではカップルさんが多いですね。多いですね。ちょっと話飛ぶんですけど、ああれクリスマスツリーまだ出てるんですか、お台場だ。まだ出てるんだ。そう、お台場ね、もうクリスマスも終わりましたけれども、皆さんクリスマスはいかがお過ごしでしたか？クリスマスとかクリスマスは何しました？友達と飲んでました、はい、お友達と、はい、それはもうワイワイ何人かで飲んでる感じですか？何人かですね、ワイワイと。クリスマスイブも、クリスイブ、ホンちゃんクリスマスも、ホンちゃんクリスマスが友達とワイワイ飲み、はい、ほうほうほう。イブは家でなんかテレビ見てました。あ、普通に、普通に、普通の平日だよって。普通の平日でしょみたいな。もう、あ、皆さんもスティッカムをエンジョイしてましたと、ワイワイさん、お、ありがとうございます。スティッカムありがたいね。銀河さん、シングルベルでした。しくしく、シングルベル、みんなシングルベルなんて多いですよ。なんかね、もうそう、街に出るとね、やっぱカップルさん見るとね、あ、カップルさんが、すいません、あ、ありがとうございます。カップルさんがね、お台場も多いんですけれどもね、なんかクリスマスシーズンだとちょっとなんか寂しい気分になるのはなぜですかね。そう、いろんな人がいます。風谷司さん、先週の一足早いサンタ相原さんからのプレゼントである、相原さんのセクシーな肩と美肌が見れたのでよかったです。すいませんね、私のたくましい二の腕を披露させていただきましたけれどもね、そういう風に言っていただけてね、本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。お、ケロニーが入室しました。ケロニーさん、こんにちは。こんにちは。どうもどうも、舞台もいらしていただきありがとうございます。あ、そう、私ね、はい、あのクリスマス舞台、はい、22、23舞台をやってたんですけど、ちょ、あのな、皆さんいらしていただいて、あ、角谷司さんもケロ兄さんに挨拶をしてますね。仲良しさんなんですよ、チャットの皆さんは。そうなんですか。多分、はい、はい、そうそう、クリスマスもね、終わって残すところもう1週間もないですけれども。そうです ね、あ、でもそうか、お台場もちょっと人減ったのかなね、だいぶピーク、昨日すごかった、やっぱり25日すごかったみたいです。あれ、今日、あ、今日土曜日ですよね。あ、やっぱり金曜日だし、もう冬休みだからやっぱり人多いんですね。今日はでもね、ちょっと落ち着いた感じですけれども、まあまあ、ケロ兄さん、こんにちは、アットネカフェ、お、ネカフェからありがとうございます。ぜひ自由空間さんからいらして、遊びにいらしていただけると嬉しいなと思うところですよ。はい、さてさて、じゃあゲストメモに戻りましょうかね。ご趣味は何かありますか？舞台鑑賞だったり、はい、だったり、まあですね、ごめんなさい、それだけです。嘘つきました今。あ、ちょっと待ってください、ケロ兄さんが違うネカフェと笑ってるので笑い事じゃないですよ、許しません私そういうの。もうぜひ自由空間さんから来てくださいね。時空 TV ですよね、時空 TV から見てくださいね。はい、あ、すいません、はい、舞台鑑賞しかない、いや、しかでもないんですけど、はい、趣味っていうほど多分そんなに、うん、まあ趣味って軽いもんですかね。なんかね、で、趣味ってあのやっぱりこういうお仕事してると、うん、趣味とか特技書く場面多いじゃないですか。そうなんですよね。私もすっごい悩みます。なんかね、趣味っていうほどの趣味じゃないし、うん、特技って言えるほどの特技でもないけど書いちゃうみたいな、うん、いざやってみてくださいって言われるとやべって思ったりしますよね。特技あります？特技ないんですよ。特技そう、ほんと困ってて、私も無特技です。無特技で、うちのなんか事務所のプロフィールはなんでか、うん、特技に酒麻雀男って書かれてるんですよ。ひどくないですかこれ。仕事来ないよっていう、この酒ん酒男麻雀、ちょっとなんかアバズレ感が出てますけど。出てますよね。それ大丈夫ですか？どう、事務所の人に書かれちゃったんですか？そうなんですよ、勝手に、はい、書いてくれるんですけど。へえ。ちょっと、あー
なんかでも見た目からそんな感じしないじゃないですか。本当ですか。どちらかといえば私の方がアバズレ感はありますので、ね、そんなこともない。大丈夫ですか、うん、大丈夫というお声いただけましたけど、あ、ケロ兄さん違うねカフェ、銀河さんゲネプロ鑑賞が趣味です。ゲネプロ鑑賞ってどうやって見れるの。ゲネプロどうやって見るんですかね。お仕事がそういう系なのかな。銀河さんは何ですかね。ゲネプロ、ゲネプロ、あ、コネでちょっと羨ましいです、ね、うん、ボイトさんリャンペイコーってもっと天高くてもいいですよね。何リャンペイコー。リャンペイコーは聞いちゃいました、うん、聞いちゃいますか。あ、聞いちゃいます。聞いちゃいました。聞いちゃいましょうか。あ、聞いて、あ、こんにちは、こんにちは。何ですかリャンペイコー。リャンペイコーは難しいですね、うん、私から説明はできない。あ、難しいってさ、あのね、とりあえずでも2つずつ麻雀の話をしようとしてますよね、はい、今してますね。はい、はいはい、私ね麻雀全然やれない。ルールわかんないので、はい、ドンジャラしかできないです。あ、でもドンジャラと変わらないです。あ、そうなんですか、はい、ほとんどドンジャラができれば。裏口からこっそりプロデューサーと見ます。銀河さんはそういう系のお仕事なんですかね、どうやら。あ、そういうお仕事らしい。リャンペイコをちょっとじゃあ誰かググって載せてくれたら私が投げキスをするかもしれません。苦笑されましたね。スタッフさんに。はい、ワイワイさん、2010年は麻雀を覚えましょう。2010年、もう、はい、ね、2009年、あと何日で終わる。今日が26日なのであと5日、1週間ないんだって。早い、ね、不思議な感じ、はい。ちなみにちょっとあのそれ話それていいですか。あ、はい、どうぞ。あの麻雀から、はい、今年の目標って何でした。え、過去形、もう今年の目標、今年の目標立てました。なんか立てましたね。とりあえず立てますよね、うん、年明けてからって。年明けてから、え、何立てたろう。なんか立てました。私もね、立てましたね。毎年言ってるのは、うん、ダイエットですね。わかります。あ、そう、毎年、今年は痩せてやるって思うんだけど、いや、細いじゃないですか。やめてください、そういうの。いやいやいや、ちょっとやめてください。笑いすぎです。でもね、毎年、そう、うん、まあ毎年かいっていう、うん、毎年ですけど、ダイエット、ダイエット、ちょっと意味合いが違ってきちゃいます。なんか立てました今年。そうですね、はい、はノーと言える日本人になろうと、うん、あー、私もノーと言えないんです、はい、私すっごい推しに弱くて流されやすいんで、あの、はい、そうそうそう、上から物言われるとね、うん、嫌ですとかあんま言えない。大丈夫、いや、痩せてるよなって思える。いいよ、分かってるから。大丈夫。なんか違うんですよ、うん、でもね、私、うん、そう、ダイエットって目標を掲げながら、はい、トータルすると3キロぐらい太っちゃったんですよね。全然違う方向行っちゃったってことですね。そうで、はい、あの、私の話していいですか。なんかね、あの、その22日23日舞台本番だったんですけど、うん、はい、あ、皆さんこんにち は, こんにちは。すごい大量に人が通っていただいてありがとうございます。今生放送でお送りしております。はい、あの、私ね、そう、ダイエット、はい、をしようと思って、あ、本番が22、うん、23だったんですけど、はい、結構ね、ストレスっていうか、結構私プレッシャー感じやすいんですよ、はい、で、どうしようどうしようと思って、セリフなんか役作りもあまりなんかできなくてとか、うん、もうお客さんもあまり来てくれなかったらどうしようとか、すごいプレッシャーに感じて、すごいストレスを感じて、もうダイエットはじゃあ本番終わってからにしようと思ったんですよ。うん、で、うん、そう。で、本番がやっと終わったから、今まさにダイエット時なんです。そうですね。はい。だから、ちょっとみんな見ててください。って言いながらですね、あ、なんか、金谷塚さん、逆に僕はやりたくないからやらないと、自由人発言が多いので、その自由人発言を控えることが目標で、あ、わかる。私も自由人発言多いな。私も努力とか、あの、嫌い、うん、我慢が嫌いなんですよ。だからね、あんまりもういいやと思って努力しないっていう人なんですけど、あ、ケロ兄さん、目標何キログラムと、うん、目標はね、どうしようかな、マイナス8キロぐらい。マイナス8キロ。マイナス8キロも落としたら大変なことになりますね。大変なことにならないです。あ、ならないですか。全然ならないです。8キロ落ちても全然ならないです、大変に。
何も言えません。そうですか。大丈夫。そう。もうね、本当バッサンぐらい細くなりたいです。ボイトさんね、もうちょっとあのほらこのね、あ、伝わらない？この代償具合が、代償具合伝わります？わかんなくないですか？ボイトさん、そのストレス発散法をバッサンに聞いてみよう。お、なんかストレスの発散法とかあります？ストレスの発散法は、うん、飲んでますね。あ、お酒を。そう、さっきもね言ってたんですけど、お酒飲みだそうです。はい、なんか飲んでます。あの、普段何していらっしゃいますかみたいに言ったら、飲んでますって言われましたね。さっきなんかね、先週のゲストさんもそうだったんですけど、なんかゲストさんは酒飲みが多いんですよね。私この番組やって1ヶ月になるんですけど、皆さんね結構ねお酒飲みますって人が多くて、あ、そう、なんかね役者さんばっかり私お会いしてるんですけど、なんか皆さん結構飲むって方が多いので、そう、飲み友達でつながってるんじゃない？あ、飲みつながりとかです。それ正解ですね。あ、本当ですか。やっぱ役者さん同士とかで飲んだりします？飲んで、その飲みに行こうっていう人ってやっぱちょっと限られてくるんだけど、その絶対いる人みたいな、そこに絶対いる人、うん、絶対にあ、やっぱいるねみたいな、レギュラー、うん、が私だったり、あ、前回のナシゴレンちゃんだったり、はい、あー、レギュラーっぽいですもんね。やっぱなんか解禁症だよねみたいな、はいはいはい、感じでしたね。ちなみにお酒何飲まれますか？うん、お酒は、はい、焼酎ですね。焼酎。私もすごい、うん、無重。あ、こんにちは。お台場 TV で東京ベイスタジオから生放送でお送りしております。お友達空間です。はい。そう、私も芋焼酎を飲むんですけど。私も好きです。何焼酎がお好きです？芋焼酎好きですね。芋焼酎、はい、芋はやっぱりいいですよね。そうですよね。やっぱりなんかじじくさくなるな、焼酎の話すると。かずやつかささん、僕のストレス解消法はジムで運動です。へえ、健康的でいいな。そうですね、私もねジム行こうと思ってますよ。もう本番終わったし稽古もないので、本当に本当に行きますから。あと夜ジョギングしようかなとかね。そうそうそう、ちゃんと覚えててくださいみんな。この丸顔がちょっとシュッとしますからね、来年には。はい。あ、こんにちは。こんにちは。はい、かずやつかささん、イライラするとそれがモチベーションとなってジムで運動したいという原動力となります。いいですね。私イライラすると食べたくなるんですけど。私イライラすると飲みたくなるんですけど。ああ、ちょっとなんか、ちょっと運動系に行った方がいい、ね、そうですね、健康的になりたいところなんですけれども、うん、そんな時にですね、はい、さっきから目の前にいいですか、美味しそうなねものがね、さっきから私の目には映っているんですよ。あのね、うん、じゃじゃん。あ、ありがとうございます。あ、あれをじゃあ、はい、さっきのメルリプレット先生の占いチャンネルご覧になってた人手あげて。はーい。今日はクリスマスが終わったよスペシャルということで、なんとメル先生、メルリプレット先生というこの前の番組の方、はい、占いの先生なんですけれども、はい、その方がですね、無添加手作りケーキルーシアというケーキ屋さんをやってらっしゃるんですよ。おー、すごいらしい。無添加手作りケーキ、あー、美味しそう。あの、ということで、あの、今日はチョコレートケーキを、あの、メル先生からいただいてますので、いただきたいと思います。いただきます。いいでしょう、みんな。お、かずやつかささん、美味しそう、メル先生のお手製ケーキの。メルさん、ダイエットする気ないでしょ。わいわい。さあ、明日からダイエットしよう。銀河さん、いいな、ジュルリ。ケロニー、ダイエットとか。待って、みんな、すごいコメント増えたな。え、先生、お店やってたの、オトボイトさん。そうなんですよね。メルリプレット先生のブログとかも見ていただくとわかるんですけど、あの、その、ルーシアさん、ルーシアっていうケーキ屋さんのホームページもありますので、皆さんのぜひ検索して見てみてください。はい。というわけで、もう私は無視、みんなの言葉を無視して早速いただきたいと思います。イェーイ。私もいただきます。すごいね、チョコのいい香りがしてるんですよ。さっきから。ほんと、ごめんなさいね、みんな。へー、検索しますって。あ、ボイトさん、ぜひぜひ。開けられました？開けられました。ちょっと、あの、不器用な感じですか？私はすごい不器用。あ、すっごい手についてる。出口見つからない感じですか？ちなみに、これみんな舐めますよね。この、あの、
周りペロッと剥がしたやつ。私絶対アイスの蓋とか舐めます。そこが一番太るそこが一番太るって言われましたけど、じゃあマジで本当に私ダイエットするから見ててください。舐めますね、舐めますよね。ペイ置いちゃおう。あ、ゴミ大丈夫ですか。あ、ちょっとまだ手こずってた感じですね。はい、すいません。またあ、もったいない。あ、ありがとうございます。見てくれてる。いただきまーす。いただきまーす。めっちゃ美味しい。おいしい。チョコレート。うまい。あ、してチョコだらけなんですか。あ、やばいですねこれ。ティッシュ後で。はい、あ。後でじゃ遅い。あ、うん、ここで。大丈夫ですか。はい、拭きます。うまいです。ケーキふわふわ。大丈夫ですか。はい。あ、ゴミお預かり。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。ごめんなさい、普通に食べた。めっちゃ美味しい。美味しい。スポンジがふわふわでクリームがとろけるような感じね、うん、とっても美味しいですっていうね。はい。私あの毎週水曜日浅草の街を食べ歩くっていう番組もやってるんですよ。うん。メグ先生。美味しいです。美味しい。あー、あー、チョミさんだ、こんにちはとか言っちゃった。うん、お疲れ様ですとか、みんな、お台場の皆さん、こんにちは。そう、チョコレートケーキ美味しい。そう、ぜひ、あの、ルーシアさん、メルリプレット先生のルーシアを、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。検索してみて、皆さんケーキ食べてみてください。他にもね、なんか、いろいろパウンドケーキみたいのがあったりとか、使ってください。いろいろあるので、うまい。というわけでさあ番組に戻ろうかなと思うんですけど、はいはい、うーん、うーん、うーん、マスタン甘いもの食べます、うん、ってボイトさんが。食べますね。食べます。はい。そんな細いのに食べますよもぐもぐしながら進行しちゃった、うん、ただ今年クリスマスケーキ食べてなかったので。あ、マジですか。そうなんですよ。飲んでるのにケーキは食べなかった感じです。そうなんですよね。今年はクリスマスケーキないんだなって思ってたんですけど。やばい。おお。あ、じゃあクリスマスプレゼントですね、うん。ちなみにサンタさん来ました？来なかったですね。すいません、ちょっと絡みづらい質問しちゃったかな。いや、そんなことないですよ。大丈夫ですか？サンタさん来ました？サンタさんは来ました。私のとこ。あ、何もらいました？あの、プラダのブーツもらいました。めっちゃいいプレゼントじゃないですか嘘です、ごめんなさい。だったらいいなっていう願望を。ごめんなさい、嘘つきましたよ何の得にもならない。すごい適当なこと言ったし嘘かどうかも分かりづらい嘘ついてごめんなさい。今夢の話聞いたようなはい、というわけで、お、みんなすごい書いてくれてるな、コメント。うーん、ふん、せっかく先生のご好意ですから、いただきましょう。キャロニーさん、先生にこの間もらったケーキ美味しかった。あ、うん、この間ね、そう、毎週水曜日に、高田馬場、うん、ネットカフェの自由空間さんって、はい、ビッグボックス高田馬場店から毎週水曜日の夜9時に、はい、もっともっと自由空間っていう番組をやってるんですけど、はい、公開生放送やってるんですけど、はい、先週いらしていただいたお客さんに、はい、メル先生から、メル先生もそれに出てるんですけど、はい、あのケーキをプレゼントされてて美味しかったですよね。そう、みんな来るとそういう特典もあるかもしれないので、ぜひね、毎週水曜日は自由空間、はい、自由空間ビッグボックス高田の馬場店に来てください。ちょ、ダイエット、あ、先生、ケーキ屋&占いの館だそうです、銀河さん。あ、だそうです。へー、ワイワイさん、来年こそはダイエット頑張ろうね。頑張ります。ワイワイ、舐めますね。舐め、あ、大変ちょっと、これ、大変だぞ。もうね、チョコまみれ。チョコまみれみたいなね。悲しい嘘でワイワイさん。あ、ボイトさん退出しました。戻ってきてね、と。水ダイエットでマイナス3キロ痩せたよと。銀河さん、何水ダイエット。水を飲むんじゃないですか。詳しく、ひたすら、それだけで。ありますよね、水をすごい飲んで、うん、痩せるみたいな。
わかんない、嘘かも。嘘かもしれない。水ダイエット、お、ダイエット話ちょっと盛り上がるな、みんなありがとうございます、はい、私のために水ダイエット健康に良くないですね、だって。あ、そうなんだ。焼肉丸さん、あ、焼肉丸さんこんにちは、こんにちは、入室ありがとうございます。はい、どこまで行ったかな。おいっす、超スケ風、おいっす、おいっす、おいっす。血液バランス崩しやすい、あれ遅れちゃった、もう焼肉丸さん遅いよ、うん、嘘、読むのが遅いんで。ごめんなさいね。あのね、もうケーキに必死で、もうね、チョコまみれなんですよ、指が。ごめんなさいね、ほんほん。ね、あ、サンタ来たよと焼肉おまるさん。お、何もらいました？私は、何だったっけな。私はお小遣いもらいました。あの、お父さんに。父に。父に。バッグ欲しいから、お金くださいって言いました。くれました、お金。現実的なサンタさんですいませんね、うん、もう相原さんとこにはサンタさん来ないかもしれないね。なんだっけ、かずやつかさあ、収容に出ないといけないので、あ、かずやつかささん、さよなら、読むの遅くてごめんね。銀河さんのし、ではでは、銀河さん、毎日普段より余分に水2リットルを飲むんです。おお、コントレックスとかでやってみようかな。焼肉丸さん、アトキンスダイエットすれば。アトキンスって何ですか？わかんないです。焼肉丸、とある CD を1枚、とある CD、 とある CD、 あ、お、もらったんだ、サンタさんに。とある CD って何だろう、何ですか ね。ただ退出時間が来たので帰ります。では、お、じゃあぜひ今度は自由空間からお待ちしてますよ。ありがとね、ケロ兄さん。焼肉丸さんプレゼント、お、お、一通りちょっと追いついた、追いつきましたね。ということで、ちょっと時間良きところなので、はい、ケーキはまた後で食べながら進行したいと思いますが、はい、ここで、ゲームを、毎週やっているゲームをやっていただきたいと思います。今日和さん、お箸はお持ちいただいてますでしょうか？はい、はい、持ってきました。お、ありがとうございます。どんなお箸かちょっと見せてください。このお箸すげえシンプル。シンプルイズベストです。いいですか？はい、めっちゃシンプルなんです、ほら。なかなか、なかなかこんなシンプルなお箸もあんまないですよね。そうですかね。うん、私わかんないです。なんかいつもキティちゃんとかにしてもあれなんですけど、ちょっとね、あのパソコンにね、ごめんなさい、チョコレートクリームつけちゃったんで怒らないでください。たくさん、はい、というわけでこのゲームはですね、はい、お箸、ゲストさんのいつも使っているお箸で、このお豆、金時豆をとっくりに、ん？ちゃんと入れてる、半分抜けてる。あ、本当だ。これもう入ってます？入ったかな？入ってる。よし。金時豆をこのとっくりに入れてもらうゲームをしております。はい、3分、時間は3分、制限時間は3分間です。で、ですね、はい、ちゃんとつまんで入れないと、はい、得点になりません。はい、あととっくりは持っちゃダメなんですよ。これは支えていいんですけど、とっくりは持っちゃダメなので、はい、ちゃんとこっからこう、うん、そう、つまんで、はい、あのすくって入れてた人がいたんですけど、それはダメだそうです。あと、はい、落とすとマイナスになるんですよね。なので今から3分間、はい、頑張ってください。頑張ります。よーい、スタート。はい、25分、よし、大丈夫かな。さあ、じゃあ私はその間にケーキを食べてたいなと思うんですけれども、いいですか？ダメかな。あのね、私このケーキ食べるためにね、ちゃんとなんかダイエット薬みたいな、さっき本番前に飲んできたんですよ。飲んでましたね。食べる気満々で。あ、ケーキがめっちゃ本当に美味しい。美味しいですね、うん、ほんとふわふわしてね、本当にふわふわなんです、これ。あ、これいけないな、すっごいつかめない。シンプルイズベストですね。シンプルイズベストってなんだ、あ、っていうベスト CD かな、焼き肉丸さんもらったの。え、違う。なになに、なに、なんで笑われたんだ。うん、お、割り箸が有利みたいです、このゲームって、銀河さんが言ってます。あ、割り箸 OK なんですか？うん、OK らしいです。
じゃあ前端割り箸ですって主張すれば、主張すれば多分いつも使ってる前端です。あ、じゃあいつも割り箸を使ってる人は割り箸でもいい、うん、なるほど、なるほど。パク、なんだワイワイさん、公式ルール厳しいです。公式ルール厳しいですよね。私も意外と厳しいなって思いました。あ、パクさんいいな。パクさんもっと太ってください。ケーキに夢中だな。ごめんなさい。お、そんなこんなでもうすぐあと1分になります。マジっすか。全然ワイワイさん、人が頑張ってる間にケーキ食べるのね。当たり前じゃないですか。もう差し置いてケーキ食べます。お、パベルさん入室しました。パベルさんこんにちはです。お、アットマークさんこんにちは。いつの間にケーキ食べる間にそれ全部写しといて。あ、そんなこんなで50秒よ。1分切った。やばい。ケーキ食べる間にそれ全部写しといて。あ、ひどい人ですねそれ。銀河さん、お、パベルさんこんにちは。銀河さん、高級のお箸は先端がツルツルで丸いので落としやすいです。あー、なるほど。残り30秒。やばい。ケーキ美味しい。ごめんなさい、私全然ワッサンが運ぶとこ見てませんでした、はい、ちょっと見ますね。はい、でも着実に、はい、あ、こんにちは。着実に入れてってますな。残り10秒。9、8、7、6、5秒前。4、3、2、1、終了。終了で、イエイ。というわけで、はい、の、パベルさん、お台場 TV とか初めてなんで30分ほど様子見てました。お、そうなんですか。もっとどん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 チャットに参加してください。あの、お話ししましょう。まいまいさん、さあ結果はどうかなということで、早速チョコレートの匂いのする手で、あ、チョコついてた豆を数えてみたいと思いますですよ。ザラーン、ね、あんま入ってない。いや、あ、ごめんなさい、私が落とした。お、結構入ってますね。あ、じゃあお豆を数えたいと思います。 2C でいこうかな。いきます、はい、せーの、2、あ、これ4、ロー、ヤー、ト、2、4、あ、ロー、ヤー、20、2、4、ロー、ヤー、30、2、4、あ、4すぎる。ロー、ヤー、あれ、次なんだっけ、次何十、次30、次30、次40、40、2、4、6、7、イエーイ、47個。ちょっと数えるとき不器用すぎるっていうツッコミが。47個です。47個で。さあ結果はどうかな。豆でストレス発散しないで。私大丈夫、ストレスね今何にもないです。ストレスフリーです。私すごい、あの、だから人に優しくできる感じですよ、はい、というわけで、47個でした今日、はい、お、みんなすごいパチパチパチって。先週のゲストさんがですね、はい、なしごれんさんが何個だったんだろう。結構ね、なしごれんさん、あ、45個、お、上回った。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで早速書いていただきましょう。すいませんね、わっさん、ちょっとケーキ食べる暇がないですけど。あ、まあ、そんな書いてる最中に私はケーキを食べようかな。だって美味しいんだもん。いや、わかります。食べたい。本番中にこれ全部食べようと思って。47おめでとう中、おめでとう中ですって。いや、ありがとうございます。ね、47ですよね。うん。これいつか私もやりたい。47ですね。47。私もやろう、いつか。明日にケーキを食べさせないで残りを食べちゃうからね、ワイワイさん。それいいですね。それ後でじゃあこっそり、あの、お疲れ様でしたっつってこそっと食っときます。いや、ダメです。あ、ダメです、はい、お、
そう、お、ちゃんと主張した。お、ちゃんとノーと言えてるじゃないですか。言えましたね。今年の目標達成ですよ。あと1週間で。やったー。すごい。今年で、あのね、そう、途中から見た人いるかな、さっき、あの、今年の目標何でしたっていう話をしてたんですけど、ノーと言える人間になりたいとワッサンは言っていて、今私に対してノーを出しました。こんな初対面なのにね。素晴らしい。素晴らしいですよ。はい。というわけで、書いていただいてるんですけれども、書きました。お、ありがとうございます。はい、ん、お、じゃあ見せてください。はい、あ、サインとか、あ、普通に名前書いちゃいました。ででん、47個、若狭ひろみ第34回。はい、というわけでいただきました。ありがとうございました。イエーイ。はい、あ、おかえり、メリクミ、あ、ヘスさん、ヘスさん、HES さんが入室しました。だって、こんにちは、ありがとうございます。おかえり、焼肉おまるさん、メリクリ、あ、ヘスさん退出しちゃった、早いな。さすが若様。若様って何でしたっけ。若様は、なんか社会に聞いたことあります。社会、福島かどっかのワンですよね。ワンですよね。ワン、私もワンしかない。あ、ワンです。かずやつかさん、皆さんお帰り、それを言うならただいまですね。みんなお帰り、よくわからないけど、うん、はい、というわけでですね、はい、あの、早速なんですけれども、はい、この番組は毎週ゲストさんに、次週のゲストさんを、お友達を紹介していただいている番組なんですよ。はい、はい、というわけでですね、はい、今日も、もうワッサンのお友達を紹介していただきたいと思うんですけれども、はい、誰かお友達を紹介していただけますか。はい、はい、お願いします。というわけで、じゃあお名前を聞きましょうか。はい、あぜがみちはるちゃん。ん、もう一度お願いします。あぜがみちはるちゃん、ちはるさん、あぜがみちはるさん、はい、メモロ、あぜがみちはるさん。だって、どういう字ですか。あ、じゃあみんな、みんなググれ、ググれ、みんなググって。かけかけ、いいですよ。いいですか。すみません、ちょっと頭弱い感じです。あ、全然全然全然、はい、全然そんなことないです。で、あの、今までのゲストさんの中で、はい、もっと頭悪そうな人いますか。悪そうな人、大丈夫です。大丈夫です。あの、私の方が頭悪いんで大丈夫です。あの、じゃあぜひお電話をしていただきたいと思います。はい、かけます。若様、福井にある遠浅の海ですね。若様、焼き肉丸さん、ワンって海なんですね。パクさん、ひどい。福井行きたいな。福井って、その、何かあるんですか。すごい。あ、そうです。すごい。あ、もしもし。あ、もしもしと声が聞こえました。です。どうもどうも、お疲れ様です。はい、このゆるい感じいいですね。で、友達の、はい、ですね、来週1月の2日なんですけど、うん、年明けるんですよ。すごいですね。そうそう、友達空間の方に来ていただけますか。めっちゃいいとも言ってます。いいともって聞こえました。はい、はい、ありがとうございました。あぜがみさん、来週お待ちしてますね。ありがとうございます。はい、いいともって聞こえました。だって聞こえました。聞こえたそうで、よかった。あ、こんにちは、ありがとうございます。すごい。じゃあ来週、あぜがみちはるさん、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。私な、ちょっと待ってくださいね。鼻水出ちゃった。あ、これテレビの声、みんな聞こえ、テレビじゃない、電話の声、みんな聞こえてます。拾えてるんですかね。あんまり拾えてないですよね。でもちょっと今、お、焼肉丸さん、あぜがみちはるさん、これですよね。そうです、そうです。すごい、すごい。バクさん、鼻水スパイルさん、お、うっすらと聞こえました。すごいですね。ですね。私とかじゃ声でかいから、みんな多分うるさくてしょうがないですかね。大丈夫、みんな。いい、あ、いいって、いいって。マネージャーさん、マネージャーさんにはディレクターさんが付いてくれたので、いいや。はい、はい、じゃあ、ではでは、はい、そうですね、はい、告知、早速というか、ここで、はい、あ、ちゃんと聞こえてましたよ。だって、すごい。あ、うるさくないですよ。だって、金谷司さんは優しいね。ありがとうございます。本当に、もう私の二の腕を愛していただいて。お、焼肉おまるさん、ミヤリーブなら許す。お、ありがとうございます。なんで私そんなひいきしてくれて。あ、すごい。でもみんな増えた、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、お友達も紹介していただきましたし、はい、ワッサンの告知を
何かしていただきたいと思います。はい、そろそろね、もうお別れの時間も近づいているわけですよ。これ出しちゃっていいですか。まあ、どうぞどうぞ。そうですね、あ、じゃあ私、あ、すいません、お願いします。はい、どうぞ。じゃあ仕事ください。でんって、はい、でちょっとお入れ忘れて、ちっちゃくおって入ってます。見えるかな、みんな見えてる。お仕事くださいってなって、あ、本当だ、あ、仕事くださいってなんかちょっとすごいですね。オレンジに見えてないのかな、オレンジ薄くて見えないかな。見えてます、あまり見えづらい。あ、じゃあよ読みましょうか。はい、若狭ひろみさん、ですね、あとブログがあります。お、ブログ、はい、オフィスインベーダー、はい、オフィスインベーダーというところに今のところ所属をしているんですが、うんうん、まあ、それとは別で若狭ひろみのわさわさ日記というブログをやってますね。ブログは皆さんやっぱりやってますよね、はい、あとですね、ものすごい不定期更新で、はい、ポッドキャストもやってます。ポッドキャストって何、はい、ですか。声だけ流れてるネットのラジオですね、うん、ネットラジオ、はい、へー、いいな、面白そう。わっさんとくりたまです。わっさんとくりたま、くりたまって何ですか、はい、これがですね、一緒にやってるのが安心くり太郎という人間と、人間と、はい、影のプロデューサーたまちゃんっていうことをやっていまして、で私がやりたいと安易に発言したところから始まったので、わっさんとくりたま、ほうほうほう、今2があります。2、はい、それはもうどんどん続いていく感じです。3とかまで、そうですね、ふんふんふん、なるほど。じゃあポッドキャストも皆さんぜひ注目してみてください。はい、お、略してわっくりだって。焼き肉おまるさん、そうですね、わっくりたま、わっくりたま、わっくたですかね、わっくたみたいな、くりさんとたまさんがいるんですもんね。そうです、じゃあわっくたですかね。はい、焼肉丸さん、もうそろそろ熱燗ですか。どういうこと。そうです、正解です、それです。ん、はい、何のこと。私のこのわさわさ日記に行くと、はい、そろそろ熱燗ですかってサブタイトルがついてるんです。熱燗、はい、日本酒はちょっと割り酔いしますよねとか。パベルさん、ポッドキャストやってるんですね、探してみます。お、ありがとうございます。ぜひ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 、焼肉丸さんブログにあったんで、お、みんなね、早速見てくれる感じが嬉しいですよね。このな、このなんか生の感じ、いいですね、嬉しいですよね、はい、すごい。はい、みんなミヤビーム、相原みやびのミヤビームのブログも見てくださいね。すごい、もう私ちょいちょい本当ガンガン突っ込んでいくんです、すいません、私本当ガツガツしてる人間なんで、はい、はい、ちょっとじゃあ私もちょっくら告知をさせてください。ですね、22日23日に朝倉薫演劇団というところの、クリスマスファンタジー冬の宴という、朗読劇とショーの二部構成の、クリスマスショーをやってたんですけれども、ですね、2月の2、3、4、新宿の、ライブハウスのホリデーさんというところで、再演、多分ライブを中心になってる再演をやるそうなので、まあ詳細もあんまりまだわかんないんですけれども、でもまあ私も多分参加させていただけると思うので、ぜひあの注目していてください。決まりましたらブログの方、相原みやびのみやビームというブログの方で、詳細を発表させていただきますので、よろしくお願いします。はい、おパベルさん、お、見ました、22日23日、ありがとうございます、すごいね、パベルさんありがとうございます、嬉しいよ、すごい嬉しいよ。あそこでやるの行くよ。お、パクさんも来てね、ありがとうございます、パクさんも来てくれてね、すごいありがとうございました。場所はあそこなのかな、場所はね、そう、新宿のライブハウスホリデーという、新宿ホリデーというライブハウスさんでやります。ビジュアル系のバンドさんとかがよくやってるライブハウスなんです。お、焼肉丸さん、ありがとうございます。朝倉薫演劇団のホームページ、そう、朝倉、ね、焼肉丸さん割とね、いつも出してくださるんですよ、はい、ありがたい、ありがたいですね、はい、すごい。あと来年また私、まあ、来年の告知、はい、あ、そう、あ、来年ね、あのね、若狭さんも舞台が実は決まってるんですよね、はい、1本、はい、ただちょっとね、詳細がね、まだ発表できない、できないので、まあ、ぜひブログなどにそのうち書くので、うん、来てください。はい、ぜひぜひ、詳細書きますよね、春ぐらい
ですね。春ですね。春ぐらいにやります、はい。私も春ぐらいにひょっとしたらまた舞台出させていただけるかもしれなくてですね。その方もまたあのブログの方でも発表させていただきますので、皆さん見ててください。来年も頑張ります、私。ね、来年も頑張っていきましょう。はい、あ。来年も、ね、目標立てて。目標立てて。そうですね。目標をちょっとじゃあ、ま、考えとこう。和さんの一押しのおつまみは何ですか？だって焼肉おまるさん一押しのおつまみは、うん、豆腐系ですね。豆腐、はあ、豆腐冷ややっこだったり結構あっさりしたものをつまむんですね。そうですね、あのどういう意味ですか？え、あの私なんかチーズとかなんで、うん、あ、チーズも美味しいですね。あのそう、あ、どうぞどうぞ。そうですね、なんかちょこちょこっと食べれるのが好きですね。そう、さっぱり、うん、あ、だからそんな細いのかな。そこで差が出てくるのかな。あ、うんうんって言われちゃった。そうですね。はい、角谷司さん、次回の放送は1月6日ですか、9日ですかということで、次回の放送は1月の2日のちょうどちゃんと1週間後、来週にお休みなく、もっともっと自由空間、あ、じゃあ、しおりのお友達空間、毎週ちゃんと来週もやるので、皆さん、お正月で暇だなって思ってたら見てください。暇じゃなくても見てください、ちゃんと。はい、あとですね、番組の告知もさせていただきます。しおりの友達空間ちゃんと毎週来週もやりますが、こちらの私ですね、毎週水曜日、お昼の1時から、三条雷調査隊という浅草の街を探検する探検隊の番組もやっております。それも来週ちゃんとありますよね。あります、あとですね、毎週水曜夜9時からしおりんのもっともっと自由空間という、ネットカフェ自由空間の、ビッグボックス高田の馬場店、ビッグボックス高田の馬場店から公開生放送をしております。来ていただくとですね、番組と自由空間さんのコラボのこの塩塩たこ焼き380円、裏メニューで、これ今月いっぱいですかね。もうちょっとで食べれなくなっちゃうんですよね、多分。うん、まあまあそんな、とりあえず、そう、あ、本当ですか。とりあえずでも裏メニューでね、レアなたこ焼きも販売しておりますし、これを頼んでいただけると番組特製シールもプレゼントになっております。こういうね、しおりんさんの可愛いシールプレゼント中です。で、いらしていただくと、なんと抽選とかで1名様にオリジナル T シャツ、特製 T シャツもプレゼントがありそうだったり、結構特典盛りだくさんになってきてるので、皆さん、あの、ぜひね、毎週水曜夜9時は、ネットカフェの自由空間さん、ビッグボックス高田の馬場店に遊びにいらしてください。これです。あ、来週のゲストさん、あ、で、毎週アイドルさんをゲストにお迎えしてるんですよ。で、来週のゲストさんがですね、お、12月30日のゲストはガールズネクストのセイナちゃんが来てくれます。ガールズネクストのセイナちゃんが来てくれますね。そう、私水曜日ちょっと本番でお休みさせていただいてすいませんでしたが、来週の水曜から復活しますので、みんなぜひ高田の馬場でみーちゃんと握手という感じで、お、パクさん、じゃあたこ焼き食べに行くおだって、ありがとうございます。すっごい美味しいので絶対食べてください。ワイワイさん、塩たこ焼き食べたい。そう、ほんと食べに来てほしい。380円で安いし、めっちゃ美味しいので、よかったです。2日も楽しみです。あ、角谷司さんも来週も楽しみにしててくださいね、年明けもね。お、焼肉マンさん、焼き厚揚げとかいいですね、つまみにね。あー、いいですね、つまみいいですね。お、パークさん、握手ね、握手するよ、全然。はい、というわけでですね、もう今年も終わってしまいますよ。もうちょっとで番組も終了なんですけれども、はい、今年1年は良い年でしたか？いい年でした。いい年でした。はい、私、この番組本当急遽持たせてもらって、今日が4回目かな、1、2、3、4回目とかなんですけど、すごいね、年末に皆さんとこうしてね、会える機会ができたので、すごいいい年になったなと私も思っておるわけなんですよ。ちょっといい締め方しようとしてますよね、私。すごい、あのね、お台場の海もね、ちょっと夕日がかってきてすごい綺麗。綺麗ですね。ね。というわけで、私また来年お台場 TV で皆さんにお会いする機会もあると思うので、皆さんまた仲良くしてください。よろしくお願いします。
もちろんマッサンもね、はい、頑張ってあの舞台などで、はい、皆さんと、はい、お会いできると思うので、会いに来てください。はい、はい、よろしくお願いします。というわけで今日もすいませんね、いっぱいケーキ食べながらの放送でしたけど、またじゃあ来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。